始まった？あ、どうもこんばんは、吉本なんとか自宅部吉本ゲーム自宅部。いやもう品川家ゲーム実況とこれやってるからもうどっちがどっちか分かんなくなっちゃうのよ。知ってた？高大、これも出てるな、高大くん。それからセブンバイセブンの京奈緒はレギュラーで、はいはい、今週のゲストは森本さんと三田寺さんですってやる。あれ？あれ？それ、そうなんですね。うん、僕の YouTube のチャンネルのコメントにももう届いてますですよ。森本さんってゲストだったんですね。なんか俺はレギュラーだと思ったら森本はゲストらしい。だから先週いなかったじゃん。まあ、僕先週いなかったで、ね、であれはそういうこと。なんか2人ゲストが来る場合はなんか森本が実はゲストらしい。そうなんです。毎週レギュラーのレギュラーのね面してましたからね。だから面してましたけど、お前さ、あれあれでゲスト面しない、ゲスト面の方がむずいだろ。さあそしてこう言って三田寺ちゃんが来ると京奈緒が甘くなるという三田寺さんです。はい、どうも皆さんこんにちは、三田寺りさです。今日もよろしくお願いします。もうね、明らかに今日始まる前の練習から京奈緒なんかちょっと様子がおかしいというか、なんかちょっとなんかにやけ、なんか気持ち悪いおじさんみたいになってる顔。気持ち悪いおじさんって何？ヘラヘラしてるやん。ヘラヘラ。にやけてる。なんかたるなんか。筋肉たるんたるんでない。いやそれ年のせいじゃないもん。たるんでるわ。じゃあ今日は誰からキラーやってきますか。僕キラー行きましょうか。よし。はい。はい。ちなみに今日はカスタムだからあんま関係ないけど、僕ランク9まで。わ。おお。そうなんですよね。来てますね。緑おじさんの誕生です、ね。緑おじさんなんです。うん、まずは森本さんがキラーでーす。よし、絶対逃げてやるぜ。お願いしまーす。もう森本さんの目が怖いって言われてますよ。ちょっと誰も森本さんがあの黒の魔除けをつけるっていうボケ誰も気づいてないね。そこだよ、俺が怒ってんのは。俺は気づいてましたけど、誰も拾わないから。フックの距離短くしとんねん。これがついてた。いやいやいや、強いアドオンが来ただけですよ、それ。そうよ。アザロフの休憩所。こういうのよ。オートヘイブンレカズ。こういうの、こういうの。行きましょう。行きましょう。行っちゃう。行けたー。走れ走れ走れ。いやー。やってるよ、やってるよ。足跡ベタベタつけなーい。わー、怖ーい。めちゃくちゃ走ってたー。ちょっと待ってください。縦横無尽ですね。縦横無尽に走り回る。やめてくれー、ヒルビリ怖いよー。え、森本さん結構ヒルビリ使うんですか？ほぼ初めてです。やはりここまでイメージしてない。頭よかったですね。やっぱむずいんだよなもうね。俺あんまりこのやっぱワンパン系のやつ好きじゃねえな。殴りならいい、殴りならいい。今高大さんがチェチェチェ、そのままそのままこっちナスリに、ナスリに行くか。ナス、あ、いない。マジで言ってる。ナイスナイスチェ、ナイスチェ、ナイスチェ。もうやめたいんだけど。早くない？それぐらい心折れるんだけど今の。まだ5台修行してきてますからね。2回空振りだよ。品川さんどこにいるんだろう。丘の下です、丘の下。挨拶しとかないと。うりょうりょう。さっきすれ違ったよ。マジっすか。もう隠密うまいな。あ、隠密うまいなとか言うかボーンしちゃったじゃん。ナイス。僕じゃあ先輩に挨拶しないで行っちゃったからそれまずいな。やったー。あれかな、品川さん、おはようございます。いらっしゃった。あ、何逃げてんすか。品川さん、おはようございます。人参さんがついてくる。でもあと2台だよ。無理だよ。この小娘いっとくか。いったー。小娘やられる。決めたよ。この小娘だけをこの儀式で殺すわ。でーよ。
怖っ。逃げてたよ。怖いよ。見失った。ギャー早いよ。あの小娘、声も出さずに消えてった。鋼の石。鋼の小娘。楽しいで、ドバイ。何か。途中で。またヒルビリやらない人生が始まるな。ナイス。あ、来ましたよ。あれこの子怪我してんじゃん。私やばいわ。やばいやばいやばい。おお。おい出るぞ。もう出るか。いやー。じゃあねー。捕まったー。やられた。あと1、2本。ああ。俺もう出ちゃったよ。おい、東大さんがどうしたらいい？うわあれどこ？4パー。わあ、4パー。ナイス。4パーから出た。マジ。ああ、そして諦めないジジイ、諦めないジジイ。ああ、すげえ。おお、いいね。危ねえ。すんげえ。ほら行けジジイ、あそこだ。素晴らしい。いやー、4パー引かれたよ。危ねえ。むずいよヒルビリー。今のさ、持ってますね、東大さん。今の運が上がってたんです。運が上げるの2つつけてたからってことでしょ。2つつけてたから。そうです。誰がつけてた、誰がつけてたんだ。運あたす、運アップ。誰で当たす。当たす。そこの二人かい。あれ、誰やんのキラー、次。あ、じゃあ僕行きましょうか。はーい。ジンジンさんキラーでーす。ニンジンキラーでーす。今日の方がニンジンになっちゃってんだよね。そうなんですよ。ニンジンの方が定着して、シリシリがどっか行っちゃったんですよ。もうニンジンな。お、白オパギちゃんが見えた。あははは、打ち当てられた。なんで先に動いた俺の方を追うんだよ。ゆっくりしてた三田寺ちゃんじゃなくて。悔しいよ。はい。マジかよ。電柱。食らっちったよ。早えな、三田寺ちゃんの救助意識が。こう結局救助しないとランク上がっていかないからさ、頑張って。救助ポイントはうまうまですもんね、うん。救助の取り合いみたいになったりするときあるじゃん。はい。そうすると本当の正義って何なんだろうって思ったりするんだよな。取り合うならみたいな。うん、ジェリコたち。起きてるかい。俺のジェリコ。あ、くっそー。あれ、行かれた。誰か楽しいぞー。行かれました。あと1台ですね。あ、行けそう行けそう。俺のジェリコ誘惑するな。ジェリコー、やめろ。森本さん大丈夫ですか。本当、死ぬ。お母さんだ。お前俺んとこ来んなよ。一回やりたい。お前俺に。あ、クソダメか。早く担げよ。ほら担いでみろよ。この二人仲いいね。しかしいつも仲良し。これついてたら出れないよね。これついてたらハッチしか出れない。ハッチです。あ、なるほど。行ってみるか。強いは強いよ。ないよー。ないかい。ないんかい。ないよー。これで出口まで行ったらどうなんの？あの、顔ばっか。あ、見ましょうか。じゃあ、一回じゃあ、ちょっと。ねえ。もがきます。一回もがきます。これあの、通電した後につけられたやつはいいんですけど、通電する前に。あー、なるほど。はい、お題ついてたら何にもないんですけど、お題、つく前に、このゲーム始まってるじゃないですか、僕のやつ。ゲームが始まってる状態だと、死ぬの。え、死ぬの？逃げてやるぜ。行くぜー。ゲート前で死ぬ。ゲート前で死にます。ゲート出ようとすると死ぬんだ。ゲート出ようとすると、あの、顔破裂します。悲しい。俺と三田寺ちゃんは一緒に出るとこ、ちょうどカメラが来てて、で、高台はこの、顔、
つけられて破裂で、はい、森本の脱出だけしれっと脱出になってたんですけど大丈夫ですか。それに関してはもうゲスト扱いでもないですよね。森本すでにもう俺らが外出たら一緒に走ってたよ、タップケージが。あれ友達いないやつみたいな感じで帰ってんな。いや、山場だったんですよ、俺、あの、罠を外すのキリだったんで、うん、あそこ山場だったんですよ。さっき僕がじゃああまりカメラ抜かれてなかったってことは、僕さっきトーテム壊したんですけど、刑事の直感で見つけてるんですよ、実は。おお、だから、それもじゃあ、あれでいいんじゃない森本は、その、後から、口頭で説明するタイプっていうことでいいんじゃないですか。嫌なのよ、それ。自己報告。うん